この朝日新聞のね、はい、昨日の新聞でね、はい、例の駐日大使の呉栄候補さんが、はい、この、はいはい、台湾問題の日本の関与を牽制してね、うん、その座談会でね、はい、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると、うん、こう言いましたね、はい、言いました。それで、まあ、その時に一緒にいた二人が抗議しなかったのもけしからんと思うんですけど、はい、社民党のさ福島みずほとかね、さ、はい、いたでしょ、もう一人、はい、いました、はい、それはなんで抗議しないのか不思議なんだけど、あとはあれですよ、鳩山ですよ、鳩山幸男ですよね、2人がいたわけで、はい、で鳩山の2人も それに抗議しないで、日本側もですねこれにあまり抗議しないんだよね。そうです、政府が全然やってない、外務省もだらしないの、はい、本当だったらさっきも和田君と話してたんだけど、最近出た はい、山上さんのね、はい、山上慎吾さんの、ね、慎吾さんのね、はい、この本です、この文春から出た日本外交の劣化、うん、これすごく面白いんですよ。元オーストラリア大使やってらっしゃるんだけど、はい、日本の外務省外交がですねいかにへっぴこしかってことをですね、はい、もう実名を挙げて書いてるんですよ、はい、で実に面白い、ぜひこれを読んでいただきたいと思いますけど、それに引き換えですね外務省だらしなくて全然なんていうか、ちょっとその林官房長官が在京大使の発言として極めて不適切ぐらいの抗議をしただけなんですよね、うん、そうです。だけどそれで腹が立ったのはここに朝日新聞の国際社説担当っていう村上さんっていう人が書いてるんだけど、これは誤訳ではないかと。中国出身で東京在住の研究者が違和感を覚え私に連絡してくれたと。大使館のサイトに掲載されている中国版で該当部分を探すと飛行、火の炭鉱の鉱ね、うん、飛行と書いてあると。元は仏教用語で消滅地獄を指すそうだ。日常用語としては中日大辞典によれば境遇の非常に困窮していること、要するに苦境だ。火の中は完全な誤訳とまでは言えないんですよ、稚拙な直訳であると。いやいやいや、なんか向こうを擁護するようなこと言ってんだよな。出た、うん、はい、火の中と聞けば穏やかではいられない。だけどその苦境って言われたらさ、うん、別にまあそれだって脅してるには違いないんだけど、はい、だけど実は呉大使は座談会で流暢な日本語で発言していた。そうです、うん、昨年4月の日本記者クラブでの記者会見でも日本語で火の中と言っていて、うん、やはりサイトには加工である。だから別にこれは誤訳でも何でもないんですけどね、はい、そういうことを書いてるんですよ、うん、それでまあ結局は最終的にはもちろんその批判してるんですけど、はい、日本社会の反発を招くようなやり方は賢明ではない。問題があるとき喧嘩越しでことを荒立てるよりも丸く収める方へ働きかけるのが外交官の仕事というものだっていうようなことを、まあ、でまあ結論にしてるんですけどね、うん、はい、とにかくこの本当は加工っていうのは境遇が非常に困窮していること、要するに苦境なんだよっていうようなことをですね、はい、わざわざ言ってるんです、うん、この火の中っていう役が敵役だったかっていうね、はい、何なんだと、こういうことを書いてるのけしからんなと思いましたね。私は大使を呼びつけたりとかね、そうしてないし、大使を呼びつけて抗議するべきだね、本当は。文春でこの山上さんが書いてますよね、うん、書いてますよね、はい、そうそう文春でね、はい、そうなんですよ、大使呼びつけて、ね、抗議すべき話なんですよ、これ18、これまあ戦狼外交そのまんまやられちゃったという、はい、上川外相よ、中国大使を追放せよと、はい、日本人は火の中発言に山上前中央大使が直言、こう言ってるんです。鳩山さんや福島浜さんも何も言わないっていうのもちょっといかがなものかと思うんですけど、そうですね、うん、まあその両人に対しては3はいらないですね。まあいらないな、はい悪かった、もうつい言ってしまう台湾有事は日本有事という言い方は荒唐無稽で危ない、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると、うん、こう言ってんだからね、はい、ここで何にも抗議も何もしないっていうのは、はい、本当にこれは外交官が隣国との関係を気にかけることなく勇ましい発言をして中国共産党にアピールする戦狼外交の典型例です、うん、要するに中国共産党の幹部たちにアピールしているわけですよね。そうですね、うん、日本人を命の危機にさらすと言われた以上政治レベルで抗議しなければいけない事態です、うん、となれば本来毅然と対応すべきなのは上川陽子外相のはずです。上川さんもここでビシッと言ってからまた株が上がったんだ よ、ね、はっきり言って、はい、上川外相は呉大使を外務省に呼びつけ厳重に抗議をした上で謝罪と発言の撤回を強く求めるべき。発言から時間は経ってしまいましたが
対応が遅くなっても何もしないよりはるかにマシだと。過去には21年12月に安倍晋三元首相がシンポジウムで台湾有事は日本有事と発言した際、中国外交部が当時の垂秀夫中国大使を呼びつけて内政干渉だと猛烈抗議した例があると。日本側は現職の首相ではない一政治家の発言ですすら呼びつけられているのです。政府の一員である中国大使の問題発言で中国側を呼びつけることができない道理はありません。ただ中国外務省の汪文斌報道官が23日の記者会見で呉氏の発言について完全に正当で必要なものだと容認しており、呉氏が発言を容易に撤回するとは考えづらい。その場合には上川氏が最後のカードを切るべきだと、はい、小山上さんは言ってるわけですよ、うん、呉氏に日本からお引き取り願う、この大使では日中関係のためにならない、いわゆるペルソナノングラータ、このまま叱らざる人物として日本から追放し本国に送り返すのです。それが国際的にもスタンダードな対応です、はい、そうですね、なんでこれをやらないのかね、はい、本当これ腹立たしいよね、はい、まあ、林さんもね、はい、あの林官房長官も、うん、まあ、厳重に抗議したって言ってるんですけど、まあ、どこに誰に言ったかも全然わからない。そうそう、初めはね、はい、大使館外務省 の、 担当官が向こうの大使館 の、 そのなんていうか担当者に電話したぐらいの話だったんですよ、はい、だから、まあ、次官でなく局長や課長など低いレベルの抗議だろうという、うん、そうなんですことなんでしょう ね、 だね、はい、なんか上川さんってあの V の話もごまかしてたじゃないですか、尖閣列島だから、ね、いや中国に弱い人なんですね多分、はい、はっきり言わなきゃ、だからそこでそのせっかくなんだろう、その名前が上がってですね、うん、その次の総裁候補の一角を占めるまでになったんだったら、はい、そこら辺でちょっと存在感示せばいいのにね、はい、そうですね、うん、あの静岡県知事選での発言はまあくだらない発言、はい、あのくだらないっていうかあれはくだらないことで あんなの問題する方がおかしいと思いますけど、そうですよね、はい、上川さんがどんな人物かっていうのをもっと知ってもらうためには、うん、こういうのをそれこそこういうことをその、はい、利用すりゃいいのね。そうですね、うん、誰かそういう知恵者はいないのかね周りに、うん、知恵者ってこれは外務大臣としては致命的な、うん、今のね、うん、米中関係とか台湾情勢とか考えた中では国益を損なうような行為ですよね。そうですね、まあ、岸田さんも言わないっていうのはね、うん、ちょっとおかしいですし、はい、おかしいですよね。